こんにちは今日のアドバイスは喧嘩をするな前回俺はカウボーイだという話をしましただけど俺は喧嘩をしないんですねクリント・イーストウッドはできるだけ喧嘩をしたくなかった だけどいつもも喧嘩をしてしまった。でも俺は喧嘩をしない。なぜかというと、なぜかというと、喧嘩はやっぱり良くない。なぜかというと、なぜかというと、俺たちみんな人間だろう。人間ですよね。人間が人間と喧嘩をやめた方がいい。 やっぱり喧嘩をするんなら宇宙人でしょ。宇宙人。エイリアンが。ね、エイリアン、あの映画のエイリアンみたいな悪い宇宙人とか、プレデターとかね、プレデター、映画のプレデターとか、インデペンデンスデーとか、マーズアタックとか、ああいう悪い宇宙人が来た時に、俺たちは戦うんでしょ一緒に。 仲間、仲間としてね。人間は人間と仲間でしょ。俺たちファミリーだろ。ファミリー。家族でしょ。だから、一緒にあいつらを倒すんだよ。プレデターを。ね。アーノルド・シュワーツネッカーと一緒にプレデターを倒すんですよ。俺たちは。人間と人間で喧嘩をしている場合じゃない。 人間と人間は協力して一緒に宇宙人と戦うんですよ。宇宙人と。俺は、あの、人間と人間は喧嘩をしてはいけないと思う。やめよそれが今日のアドバイス。喧嘩をするな。喧嘩はよくない。俺たちは仲間。手を取り合って一緒に踊ろうサンバ。一緒に踊ろうフラメンコ。 一緒に踊踊ろうボン踊りこれが人間だ。というわけで、チャオチャオ、アスタレゴ、アスタラビスタ、ラブンドピース、またねまたねまたね、さよなら。